のか、目に楽しめられせられんのか、手の中に出せ、俺最後のやつを気合十分でいけよ、せーの、お願いします。お願いします。お願いします。なんかもう音聞こえるな。何何いきます。ちょっとじゃあこっち、竹山こっち持って。あ、OK、そうです。せーの。おー、何これ字綺麗、綺麗、字綺麗。誰書いたのこれ。やば、竹山すごい、そこにすごい時間かかってんじゃん。時間かけてくれてますよ、これ。ひよこが。ひよこじゃねえだろ、絶対今の中。ひよこ、ひよこや、ひよこか。うわ、でっか。近いな。すげえ。全スタッフの皆さん、おはようございます。明けましておめでとうございます。歴史ある会場ですし、もうこれまで自分が尊敬しているアーティストの皆さんがこう立ってきたステージというか会場なので、なんか少し雰囲気が違うように感じるというか、自分たちのそのライブとしてもステージのあの作りも変わってるので、ステージからのその見え方も全く違いましたね、これまでとは。歴史あるんだろうなっていうのがもう多分何も知らない人が来たとしても分かるような感じの雰囲気がもう客席のところからも舞台まで全部なんか出てて、由緒正しきというかそういうのもすごく感じられるので、ちょっと硬い喋り口調にステージの上になっちゃわないかすごい心配ですけど、すごいありがたく頑張っていきたいなって思ってます。初めのライブ、楽しみながらかつちょっと冷静に、ちょっと変わってる部分も多いんで、あのミスないように、でも楽しみつつが一番で、配信の一発目最高のサトラッシュを切りましょう。せーの、ウィアーアイエンアイ。一番見せたかったのはやっぱり楽しんでるところですかね。メンバーとパフォーマンスしながら一緒になんか作っていくっていうその楽しさとかもあるし、楽しすぎて一瞬で終わったツアーだったんで、全部通してその全部の公演の来てくれた方に伝わってたら嬉しいです。楽しさっていうのはやっぱりずっと重きを置いてたので、なんか僕たちがこう楽しむ、心から楽しんでたら多分会場がそういう空気に包まれると思ってたから、あのそういう僕たちの楽しさでこう会場がそういう空気に包まれればいいなって思って、やっぱ一番見せたかったものはそういう、なんだろう、パフォーマンスから出るこう楽しさだったり、こうまあ、かっこよさもそうなんですけど、やっぱり一番楽しさだったかなって思います。やっぱり今回のライブはその勢いが結構あったライブだなっていうのはすごい感じていて、 INI ならではのそういう勢いというかのは伝わったんじゃないかなとは思いますね。見せたかったものは心を動かすこと、歌、音楽とパフォーマンスで人の心を動かす人になれてたらなって思いました。また会おうね。
ました。ありがとうございました。ありがとうございました。何よりもう自分たちがめっちゃ楽しんで、Bのみんなにも全部伝えられるように頑張ります。寂しいっす。ここからまた始まるので、INI の第2章というか、それも楽しみです。頑張ります。最終日おはようございます。最終日、いやー寂しいですけど、ここまでね走り抜けてきたんで、そして2023年一発目のライブなんで、最高にいい終わりに して最高の始まりにしたいと思います。なんか今日でブレイザーコート終わっちゃうんだっていう、ちょっとまだ時間が湧いてないんですけど、武道館で自分たちのブレイザーコート今回の初めてのツアーのエンディングを飾ることができて、なんかすごい光栄だなって思います。もう最後まで、そうですね、その華やかなエンディングに、していきたいと思います。あっという間ですね。なんかでも武道館で結構割と人の顔も見えて、すごいなんかよりライブを共有できるというか、だから一人一人目を見てライブできたらいいなと思います。じゃあゴール OK。 もうついに腕立てじゃなくなるっていう、物使い始めるって千秋楽まで来た。ツアーのおかげで体が締まってきました。本当に自分を見出せることができました。不節制な自分を改めることができましたね、ツアーのおかげで。これで収めて、今年1年僕と一緒にスーパースターと一緒に切りましょう。その気持ちを11文字でどうぞ。はい、はい、すぐ。ありがとう、大好きだよ。考えてた。最終日です。最終日一発目、はい、関係なく全部同じ気持ちで、はい、一番最初の気持ち大事にして、はい、ぶちかましましょう。はい、よっしゃ、まあ、一番楽しんで、はい、いきましょう。せーの、 B.I.N.I. よっしゃ、行こうぜ。はい、次の曲に行きたいと思うんですけども、はい、次の曲はですね、はい、アンコール公演のために準備した曲となってます。ミニの皆さん、いつも辛いこととかね、逃げ出したくなることあると思うんですけど、逃げるということが僕は間違いだと思ってなくて、心も体も健康でいることが一番大事だと思うので、疲れたらね、僕たちがいるので寄り添いますので、これからも僕たちと一緒に長い旅路を共にしてくれたら嬉しいです。聴いてください、ランナウェイ。
つものように悩む寝れない夜が心蝕む叫びたいけれどどこにいても結局叫べなかった日々はもう呼び覚ましたサンライズ冷めた日々はグッバイ やっと君見つけられたこの手紡ぎ合うのね Let's run away, run away Let's run away, run away Let's run away, run away ランナウェイの時に、まあ、後ろにあの皆さんが送ってくださった映像があるじゃないですかすごい感動しましたし後ろにあったやつで11文字じゃ足りないみたいな僕たちも三宮さんがすごい支えになってるランナウェイのやつはやっぱりなんだろうすごい気持ちが伝わったので嬉しかったです次最後か頑張りますみんな帰っていっちゃいますね重い荷物とかグッズとか持ってきてくれて気をつけて帰ってほしいです楽しんでもらえてたら嬉しいですみんなありがとう気をつけて帰ってねせーの今せーの今はいはいのマジで最後楽しむしかないのでもう本当にまあ少しでもね楽しんでもらって僕のこの感謝の気持ちが伝わればいいなと思いますので頑張ります木村雅也美だ最高のステージにしましょう、よろしくお願いします各部署のスタッフさんよろしくお願いしますよろしくお願いします。スタッフの皆さんよろしくお願いします。お願いします。おめでとう。おい。かます準備できてんのか。できてるぜ俺はもう。楽しみ準備できてんのか。目に楽しめられてるのか。手間流り出せ。気合十分でいけよ。せーの、ありがとうね。はい。頑張ります。いつもありがとう。はい。ありがとう。楽しむぞ。行くよ。いいのね。
あ。最後のアンコールですけど、うん、嬉しい。めちゃくちゃ楽しかったよ。ありがとうございました本当に、うん、多分レミフラを初めて踊ってから多分2年くらい経つんかな、うん、それくらいで多分その時にみんなとも出会って、でそっから約2年か経ちましたけど、何よりもほんまにメンバーがな最高ほんまにめちゃくちゃいいやつすぎてもうほんまに俺ら毎日めちゃくちゃ幸せで、俺 INI の道に立ててることがもうめちゃくちゃ嬉しいからほんまにここまで支えて連れてきてくださった皆さん本当にありがとうございました一番最後のオーラスの時にミーの皆さんを最後見た時に、なんかもう全公演ミーの皆さんがずっとこうなんか自分たちのことをこう目まん丸にして、なんかすごいこうやって見てくれてる眼差しとかずっと感じながらやってて、それをなんか一番最後になんか自分がみんな皆さん見た時に溢れちゃって、自分のこの涙目になりながら光ってたって、あのみんな皆さんが振ってくれたペンライトのこの景色がこうなんかわーってなってる時のその景色がなんか自分の中では今まで見たことない景色だったので、それがすごく印象的だったかなと思います。去年もう一昨年か、一昨年の6月13日に、人生が変わって、まあ、僕たちオーディションでできたグループですけど、そのオーディションに受けた応募した時に、僕はなんかもう本当にその自分がこんなになるなんて全く想像してなくて、まあ、ひねくれ者だったのもあって、なんかまあそのずっと審査が通るたびに辞退しようかなってずっと思ってたんですよ。そんなわけないみたいな、ただ自分のなんか変に曲がってなんか余計大変な人生になっちゃうだけだって思ってたんですけど、あの時に決心してこの道に決めてよかったなって、ここからの景色を見て改めて本当に思います。なんか本当振り返ると本当いろんなことがあって、俺らグローバルボーイズグループって言ってるじゃん、まだまだこっからと思ってるし、だからそんくらい本気で俺は世界行きたいですでも俺らだけじゃ無理です、正直 II メンバーこの11人だけじゃ無理です。
はい、すごい最近なんか本当にツアー通して思ったのは、本当一人じゃできないし、メンバーでもできないし、とそのチームとして INI のチームとして支えてくださってるスタッフの皆さんとか、メイクさん、スタイリストさん、本当もうアンダーさんもいっぱいいます。僕はそのチームでもっともっと上行きたいです。それにミーの皆さんもいます。だからもうチームだぜ俺ら、マジでINI チームです皆さん、はい、マジでみんなで行こう。じゃあ、今日というこの日を一枚の写真に収めたいので、ミーの皆さん写真撮ってもらえますか。一緒に撮りましょう。撮ってもらう。イエーイ。じゃあラストは、みんなおなじみログインターズのポーズでお願いします。お願いします。お願いします。いってくるね。いきますよ、せーの、3、2、1、はい、チーズ。ログインターズ。INIとはもう人生最後のチャンスだと思って受けたオーディションでもあり、最後のグループだと思ってるので、10年経って どんな景色を見れるかっていうのが自分の中であるので、心ですかね。僕の人生が INI になってるから、ここから INI がいなくなることはもう考えられなくて、なんかもう本当にもうなくてはならない場所で、みんなで同じ一つの目標を持って、目標に向かって進んでいく仲間たち、まあ、グループってなって他人ではないと思うから、本当に家族だと思って、メンバーの家族ももう本当に家族のような、まあ、温かい人たちばっかりだし、一言で表すなら本当に大家族みたいな感じですかね。今パッと思いついたのは、なんかすごい考えるグループなのかなって思いましたね。どうやったらもっとミーの皆さんに楽しんでもらえるのか、ツアーを楽しんでもらえるのか、めちゃくちゃ考えましたし、これからもどうやって盛り上げていくのか考えたりとか、自分をなんか変わらせてくれた場所を本当に今の自分からしたら全てなので、もう人生だと思いますね。やっぱりやるからには本当に全力でやって、楽しんで上目指して、世界とかも行ってずっとやっていきたいですし、なんかまあいろいろ言葉出るけど、やっぱこう仲間でもあるし、まあ、ライバルでもあるので、なんかこれっていうワードで答えるのがめちゃくちゃ難しいのが俺にとってのINIかもしれないです。家というか家族というか、まあ戻ってくる場所でもあるだろうし、あって当たり前の居場所みたいな感じですかね。 INI はファミリーですね。結構一人じゃやっぱその何もできない時もあったりして、仕事でも仕事以外でも、だから本当に家族のような存在です。友達じゃないです、仲間です。メンバーでもないです、仲間。いいことも悪いことも言い合って、現状にずっと満足しない。メンズ。ラスト、笑顔。